めんなさい。肩慣らしにもなりゃしねえ。アトリ、行きます。ほら、そのだ。ここを転身で。落ちろ。アズット。はい。ほら。いや、どうも。ほらよ。ほら、ここを転身で。ほらよ。部活だったわ。トランス。はい、爆弾。ほら、トランだ。はい、うん。ほらよ。リップデク、くらなさい。トランだ。ほら、リップデク。肩慣らしにもなりゃしねえ。なんてノイズだ。ネットの回線までやばいな。かつてない規模の歪みが生じてる。活性化したクビアが引き起こす歪みがどれほどのものかまだわからない。非分使いについとなる反存在、それが真っ向から衝突した時、リアルは大丈夫ですよ、長谷尾さん。今まで何度もダメだと思った時でも、長谷尾さんは乗り越えてきました。焦る必要はない。少しずつ歩くことから始めることの大切さ、そしてゆっくりでもいい、諦めずに歩き続けること、それらは全部長谷尾さんが身をもって教えてくれたことなんです。だから私は諦めません。長谷尾さんと一緒に戦います。アトリ、そうだな、大丈夫だ。何弱虫してんねん坊。大丈夫や、うちがついとる。うちらは負けへん、せやろ。うん、そうだね、二人で頑張れば怖いものなんてないよね。よう言うた。今この状況からこの世界を守れるのは俺たちしかいないんだ。うん、僕たちで成し遂げようね、長谷尾。この世界を守るか、この感覚懐かしいな。
よし、行くぞ、みんな。この先に何が起こるかわからない。この先に何が起こるかわからない。